遊んでしまいました。はい、楽ちんクッキング楽ちな幸料理教室を主催しております藤野幸子です。いつもこちらお越しいただきましてありがとうございました。初めての方も、こちらいらしてくださいましてありがとうございます。こちらではですね、簡単にできるお料理お菓子パンをご紹介しております。今日はピザを作っていこうと思います。ピザはですね、以前こちらの動画ですとか、あるいは、富澤商店さんのサイトでもですね、ピザ、いくつかご紹介していただいております。今日はですね、特別なんと星型のピザを作っていこうと思います。とっても可愛いんでね、楽しみにしてみてください。で、生地はですね、冷蔵庫に発酵させるんですよ。そうするとすごく美味しくなってきます。簡単にできますので、ぜひトライしてみてください。今日の配合作り方は下の概要欄の方に書いておきますので、そちらの方からよかったらご覧ください。チャンネル登録もね、よかったら、していただけると大変嬉しいです。それでは始めていきます。まずピザ生地を作っていきたいと思います。ピザ用の粉カプートです。きび砂糖、ドライイースト、そして塩を入れます。そして手でよく混ぜます。お水、これは普通の常温です。ヘラでもいいですけど、今日は手で混ぜちゃうと思います。下の方に粉が溜まっているので、下の方の粉をですね、入れ込むようにしてぐるぐる混ぜます。できました。ちょっとボソボソしてるけど、これで OK です。そしたらこのできたボソボソの生地をですね、タッパーに入れて蓋を閉めて、冷蔵庫の中に入れて、約2倍ですね、になるまで。で、それではいつも作っているトマトソースを作ります。こちら、富澤商店さんのダッテリーニです。お水もね、入れて全部使い切りたいと思います。バーミックスで、手にやるとちょっと跳ねちゃうので、少しずつやった方がね、いいかなと思います。蓋を閉めて弱火でクツクツと20分から30分煮たいと思います。20分経ちました。そしたらここにきび砂糖とちょっとお砂糖を加えた方が甘くなって美味しいので、お砂糖と塩一つまみ入れておきます。自家製のトマトソース出来上がりです。冷凍しとけばいろいろ使えますね。今日で3日目ですね。3日経って冷蔵庫から出しました。こんな感じになってます。裏見るとこういう風にね、ちょっと気泡がたくさん出来上がってます。今はね、寒いので、冬で、結構気温が低いので3日ぐらい、中に入れておいたんですけど、冷蔵庫の中に入れておいたんですけども、夏だったら、まあ、1日とか2日でこういう状態になります。こういう風な状態になったら出来上がりになります。オリーブオイルを鉄板に塗りたいと思います。ちょっとね、お掃除が大変だなと思う人はクッキングシートで大丈夫です。そしたらこの生地をですね、取り出します。ちょっと軽く丸めます。ちょっと手に油つけるとくっつかなくなる。そして潰していきます。丸く伸ばしていきたいと思います。はい、布をかぶせておきましょう。動かないように、ね、さて、5分ほど経ったので、もう一度手に油をつけて伸ばしていきます。休ませたので、結構伸ばしやすくなってます。少し大きめに伸ばしていきましょう。どうでしょう。こんな感じで、伸びましたね。
ってみましょうか。どのぐらいかな。そうですね、28センチです。こちらですね、富澤商店さんのモザレラチーズ、これをですね置いていきたいと思います。松永さんのこれフライトマトなんですけど、ちょっと私冷凍しちゃってたんですけど、これをですねちょっと乗せていきたいと思います。今度はハサミでですね、こういう風にちょっと切っていきます。こういう風に折って、こういう風に折って、ここをつまみます。こんな感じですね。それではトマトソースをセットしていきます。今日はどのぐらいの量、よいしょ、チーズを乗せます。結構乗せちゃいました。今日はエダムチーズでコク出しをします。このぐらいでいいですかね。パラパラパラ、塩をちょっと少々かけていきます。ロレンソのオリーブオイルかけます。オーブンは一番高い温度280度で予熱して、このまま入れていきます。バジルの葉っぱを忘れてましたので載せたいと思います。じゃじゃじゃんじゃん、はい、完成しました。熱々です。はい、どうですか、すごい可愛くありませんか。この中にもですね、たくさんチーズが詰まってます。それではですね、私恒例のとても不得意とする試食の方をしてみたいと思います。それでは、見えないんですよね、下に置いちゃうとね。ちょっと行きたいと思います。まずはね、この耳こく行こうと思います。耳、これはパリパリですね。いただきます。パリパリです。中にドライトマトが入っててね、おいしいです。これね、やっぱりね、私いつものあれなんですよ、オリーブオイルかけたくなっちゃいますね。ちょっとしか動かせてくださいね。これね、やっぱりね、一人食べようかな。オリーブオイルかけちゃいたいと思います。あっぽくてね、このオリーブオイルとっても美味しいですね。はい、ちょっとたっぷりかけちゃって。そして、辛いもの好きなんですね、実は。よはい、ちょこっとタバスコをかけてみたいと思います。まあ、イタリアではね、タバスコっていうのはないですね、実は。ちょっと一緒ですよ、辛い。イタリアではね、唐辛子ね、使ってますけど、これはね、アメリカのものですね、タバスコ。では、オリーブオイルプラスタバスコのピザ、いただきます。いただきます。美味しいです。これはもう、ぜひ作っていただけたら嬉しいですね。トライしてみてください。とても美味しいです。本当に毎回思うんですけど、口の中に入りながら何か言うって本当に難しいです。はい、失礼いたしました。またこんな感じでですね、いろいろご紹介しておりますので、よかったらチャンネル登録していただけたら嬉しいです。またお待ちしてます。